ダニー・フィリップは、ソロモン諸島の政治家、外交官。2010年から2011年まで、同国の首相を務めた。既婚で、マーガレット夫人との間に三男がいる。西部州、レンドバ島の町、ロクルの出身。母は、急性開白髄炎のため、生後二日でこの世を去った。1973年に、米鎌カマ高等学校を卒。1977年に、 フィジーのフルトン大学卒、1980年にニュージーランドのビクトリア大学ウェリントンに留学。英語教師、言語学者になった。1984年から2001年まで通算4期にわたり国会議員を務めた。選挙区は当初ボナボナレンドバテテパレ選挙区だったが、1994年にサウスニュー・ジョージアレンドバテテパレ選挙区に改称された。 1985年から1988年に、か計、文部省、商業、第一産業省を歴任。1989年に副首相兼内務省に就任。1992年12月に、太平洋国会議員連合主催の文化学者会議に出席するため日本を訪問。1995年にも高級実務者の昌平により訪日している。 1995年から1996年、2000年7月から2001年6月に、かけ外務省、1997年から、改革民主党を結成する2000年まで、人民保守党の党首を務めた。しかし、2001年と2006年の総選挙で続けて、落選。その間、憲法改正委員会の委員などを務めた。2010年の総選挙後、 8月24日に首相に就任。首相選挙では、スティーブ・アバナ民主党党首と対決したが、フィリップ26票、アバナ23票でわずか3秒差で上回った。選挙後の勝利宣言では、まずやるべきは、新しい政府を形作ることだと述べ、憲法改正に熱心に取り組む構えを見せた。憲法改正はフィリップ率いる改革民主党の選挙公約の柱であった。 副首相には、マナセイ・マエランガがついた。同年10月12日には、夫妻で台湾を訪れ、総統府で、バエ級総統と会見。両国のパートナーシップをアピールした。5人の閣僚と7人の平議員が、野党側に寝返り、内閣不信任決議案の可決が、確実された2011年11月10日、フィリップは、自らの辞任を発表した。その後、 11月16日に同じ改革と発展のための国民連合所属のゴードンダルシーリロが新首相に選出されたことで正式に首相職を辞した。平議員として政界には止まった。ありがとうございます。